まあ、心のガス抜きじゃないけど、そういうなんか話せる場と、あとはもともとこう県内に残って頑張ってるお母さんたちとのその交流の場とか、そうお母さんたちのつながりをこう大事にしていきたいなと思って、まあ、作った団体です。福島県産の野菜というのは避ける傾向にあって、それはやっぱりその汚染の度合いがどのぐらいかわからないから、子供に食べさせるのが不安だっていうので、どうしても避けてしまう。だけどそのお母さんたちから見ると、そのベクレル表示をしてくれれば、ね、こう何ベクレル以下だったら食べてもいいとか、そういう思いがあるから、農家さんにベクレル表示をしてくださいって言っても、やっぱりその農家さんはそれはちょっとやっぱりこう抵抗があるというか、大変大変ね、なんかいろんな差別的な、このここのね、お家の農家では何べくれるだったけどっていう話になっちゃうと、その地区の農家のやっぱりそのつながりも壊してしまうんだなっていうのも話を聞いて、東和地区のその働き、その野菜を全部検査に回してべくれる、その寄付検出っていうのを確認してからその出してるっていうのを聞いて、それならみんなお母さんたちも買っても安心だねって言っていたので、そういう取り組みがもう県内のどこ の, その農家さんとか市の取り組みとしてできれば、まあ一番いいのかなと思うんですけど、まあそこはなかなか難しくて。まあ、放射能のこともやっぱ積極的に勉強してるけど、いまだに福島の野菜ってどうなのっていう不安を持つ方が多いので、そういうことだ、そういう人たちと一緒に、まあ私もその農家や 農業をやってる立場として、まあ意見交換ができたりとか、私の方からも自分が作ってる野菜のことをみんなに伝えるきっかけがあればいいなと思っていたので、それぞれがどんな思いでどんなことをやってるかっていう場をやっぱ作りたいっていう気持ちもお互いにあったので、このような会を開くことになりました。やっぱ食べるにはまずはその食の現場っていうのを一番知ってもらうのが大切なので、それをやっぱみんなに感じてもらいたいなと思って。